とにかく最初の煙少なかったんですよ。いやそれでじゃあ行こうから行ってちょっと回ってる隙にモクモクモク。危なかった。でも結構あそこの上まで行っちゃう人いるんですよ。いやあのいるみんなね行ってるんです。雪のない時は10人ぐらい会いますよ、山頂、あの山頂周りに回ってる。みんなあっちの多いのはやっぱりあっちの蛇骨回ってね、あの朝間に蛇骨ね、それで降りて登ってくる人が大体山頂まで行っちゃうから、うん、最初いちご熊に行こうと思って土曜日に、そしたらなんか土曜日の朝までなんかね雨が残るようなことを言ってたから天気予報で、それなら晴れる方がいいやと思ってもこっちの長野側に移って、もう初日で一番楽に登れるのが麦草峠だから。ああ麦草ね、麦草まで車入れますか今。4月のね二十何日かにあのもう全面解除されたんで、麦草に入ってからね、はいはいはい、ちょうど峠あたりからはあの山道はもうやっぱり樹林だから。麦草ってあれ天狗からで天狗でしょ、うん、ね、天狗天狗しか行かないんですけど、天狗でしょ、天狗一歩足伸ばせばいいよ、うん、いいよ。もう一歩伸ばせば横だけ、そこはちょっときついな。いちご駒は修理峠から、いちご駒ね、いやあの温泉駒の湯か、あっち側からいつも登ったり、駒の湯から登る、うん、それかあのもう一丁